こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は、フリート高校ガチ育成ですね。行きましょう。合わせちゃん、総一郎、カンパチ、野球マン5号、佐伯、そして、タデヤシと。さあ、行きましょう。コツだからいいよね。はい。まあ、筋力も入りますしね。筋力と、あとは精神に気を配りながら、このデッキはやっていきたいなというところです。で、練習効果はそこら中でついてくるので、まあ、そこをうまく活かしながら、前に進めるといいなという感じもしております。どっから行こうかな。ここはもうシラスは一人いなくなってるんで、旨味が減ってはいるんですよね。まあ、そこは、しっかりと気にしながら、前に進めたいなという感じです。マントルから寄っとこうか。まあ、精神が取りやすいっていうところと、あとは、まあ、ゴブリン、コツ、鬼のように強いので、まあ、そこは気にしていきたいですね。で、まず何が大事かっていう話は、まあ、おそらくなんですけど、まあ、しっかりと、この寄ったところのキャラたちに、まあ、速攻で船積みタックさせるのと、まあ、コツ出した時にいいコツをしっかりとコツレベル高くもらうっていうのも大事かなと思います。総一郎。どうしよう。総一郎だったらいいか。まあ、ここ行きましょう。ゴブリンあげます。メンタルで積んでもよかったかな。ああ、これはありがたいですね。同意。いいやん。まあ、こういうのが狙っているやつっていう話とちょっとくしゃみでそう。で、安牌で行くなら当然、カンパチの方ではあるんですけど、68技術もつくし。まあ、こっち攻めならこっちか。どうしようかな。まあ、こっちに行くと何がメリットかっていうと、ゴブリンが、まあ、コツくれなくても結構筋力をくれたりするっていうのと、あとは同栄ですよね。ただこっちに行くと筋力が入るようになるんだな。ちょっと。アーセちゃんの評価曲げようやっぱ。誰でもいいか。で、出航のタイミングになったと同時にシングルダック入りましたね。これ強いわ。まあ、積んでもしょうがないんだけど、積みに。っていうことを考えると、正直、こっちでもいいとは思うが、まあ、縦橋は評価上げれるけどね。まあ、技術を取っておくっていうのも、まあ、なしではない。ちょっとなんか難しいですね。別にそんなに、なんかこういうのまた来ると思うので、正直。まあ、ゴブリンのコツの方が僕にはよく見える。ちょっとゴブリンのコツいきます。早急か。それはあかんな。ただしっかりと筋力をね、取れたっていうところで、まあ大きいかなと思います。うん、黒金ほど、なんかこう寂しい感じはないな。波動にしましょうか。僕は結構青が多いんですよね。ブレインとか生きてんだけど。筋力が欲しいわけだからな。なんかそういうポイントバランスもしっかりと考えつつ、まあブレインか波動でいいとは思います。波動にするか。まあ選択した理由としては、やっぱりダイフタックのところがね、しっかりと組んでいけるっていうところで、まあ大事かなと思います。安倍比。バント、ありがてえ。で、狙い通り精神もたくさん入れられましたねと。で、ここは体力回復とモテモテ狙い。ありがとう。うん、打開もらいましょう。まあ、ここまではうまく回ってますね。ちゃんといっとると。で、水鳥組んでいきましょうか。まずは速攻でここにいるキャラたちと仲良くなっていくと。で、あとは今のも、肩にしっかりいって、取りにくいポイントですね。こういう緑の取りやすいポイントではなくて、まあ、そこから狙っていくというのが大事なんでしょう。で、これベルでもいいんですけど、さすがにここ行っても、金原のタックって打撃でしか起きないのか。
どうしよう。まあ、こっちでもいいな。この二人もまだタック起きてないのと、体力がね、回復できるんでね。ここは意外性にしましょう。まあ、こういうバランスが難しいゲームにはなってるかなと思います。騎馬。騎馬骨はパワーヒト、チャンスなので大きいのと、関東強化も上げてますね。うん。ここは金原も上げれるし。縦足行きましょう。ちょっと早急行使いたかったな、ゴブリンの。うん、だいぶもったいなかったですね、あれは。あれだけは痛かった。OK、カンパじゃこれが魅力。守備とんでもないの入ってますね。最高。で、これいって。筋力上げたいか。まあ、正直こういうのが何回入るか。いきましょう。積載率120ここで達成できるかもしれません。うまくやれば。センスあるんだよね。あ、行きましたね。あ、ここ技術取っとくか。肩、まあ、金原。一応上げれるけど、まあ、いいか。スカウトの評価もあるし。で、もう出航しましょう、さすがに。うん、出航でいいね。で、ミート骨、そして総力骨、両方ともコツがあると一応ね。あとはやっぱ精神は結構意識してあげないとなかなかしんどそうですね、これ。3号。暁でいいか。うん。まあ、総経験点を伸ばすためにやっぱ、この、ここでしっかりと、持っていきたいっていうのと、出航これ何回目だ？うん、2だか、いらんな。ありがてえ、高い。いいですね。見送りボーナス。で、最近もいいタイミングで回復入れてくれましたね。よし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 、ちょっといつ頃だろうなとは思っていた。オッケーオッケー、これ順調だよ。ホーム死守か。7位のコツはでけえなぁ。ちょっとベルはもらえないものの。いやー、でも五十嵐かな。ベルは拾って進みたい。まあ、5を埋められるなぁ。ちょっと難しいですね。まあ、ここ行くか、ここ行くかって感じではあると思うので、ちょっと一旦落ち着いて、筋力。まあ、パフィ1入ってるっちゃ入ってるけど。逆境とか来られると、それはそれでまた、難しいバランスになってくるんですよね。ただ、絶対、五十嵐にはお見送りされたいからな。盗塁アシストいらねえ。素晴らしき。ただここは、後ろでいいでしょう。一ノ瀬と七井くん両方上げられるんで。まあ、タックが強いとかだったら当然違いますよ。もちろん前行けますけど。あ、成功か。久しぶりにやると失敗してるんだか成功してるんだかさっぱりわからない。で、アシストは取りましょうと。バント取っちゃうか。うん。船積みタックの回数もちょっとそろそろ見ておきたいですね。あとは、まあ、結構こうバランスを整えていくのが3回か。まだまだやな。ああ、素晴らしいの入ってますね。これは行きましょう。まあ、五十嵐も来てますが、これはさすがに前目でいいでしょう。阿部比いいんじゃないかも。うん。結構技術入ってきますね、やっぱ。オッケーオッケー、悪ない。ささやき破りか。
うん、これは精神いって、まあ、取っておきたいなという感じか、ここ。まあ、いい塩梅で、この総経験点、まあ、全部の経験点が上がるマス目をね、進められるのは大事っていう話と、このイベント知らないんですよね。で、まあ、多分どっか出てると思うので、で、調べてはあるので、ランダムイベが、友達、これか。2だ。あ、パワーヒーあるんだ、ワンチャンス。ワンチャンスってか、パワーヒーあるやん。大切な戦員、はい。はい、でかいですね。マジで大凶以外で。オッケー、全然いい。で、出航前ですよ、と。これ、五十嵐あげときてえな。五十嵐にお見送りされると結構ポイントは変わるっていう話と、あとは全経験点が今6になってるので、ここ超えていきたい感はある。まあ、それを考えるとどうしてもこの技術の方にはなっちゃいますね。か、まあ、デート一発しとくか。まあ、する必要はないといえばないです。ただ、寄港先もね、なかなか選べなくなってきてしまうので、ここは、冷静ナイス。いや、そいつを頼むぜ。で、これはもう出航でいいですね。で、うまい具合に今多分ミート外したと思うんで、技術か。技術外れたと思うので、まあ、これは今のうちに、逃げ切っておきましょうと。うん、まあ、考えることが本当にたくさんありますね。あと、敏捷点結構これを、まあ、このポイントの振りを見るとやばそうなので、これは意識はしておきたいですね。黒金がめっちゃ売れるけど、まあ、敏捷やばいからここに行くのもありやな。まあ、その、6だからな。いいかな。結局またここでしっかりと稼いでいくのも大事ですからね。うん。いやー、どうすっかな。船積みタックがあんまり、まあ、こっちだと船積みタックめちゃめちゃはかどるんですよね。こっちか。あ、エビルいきます。筋力が入ったの大きい。で、お見送りでしっかりと精神が入ったのも大きい。エビルは結構相性いいと思うので、この高校とはね。おー、まあまあ。まあメンタルでいいっす、これは。まあ、船積みタックも稼いでいきたいですね、この辺は。お、いいね。早速入ったか。うわ、この6めっちゃ欲しいな。冷静もう一回でもいいですかね。結構コツくれてますね。守備移動。守備移動あるか？ない。今なかったよな。ごめんなさい。ちょっと待ってください。ない。はい。で、船積みタック今5回と。これは調子安定でいいかな。合格打法はどっかで拾えるでしょうと。うん、まあ、普通ですね、5000点だと。のはいいね。レイリーとダブル。まあ、こっちもダブルで強いけど、ちょっと敏捷欲しい感あるけど。いや、でもメンタルかな。いや、ちょっと船積みタックの回数まず気にしようか。これで6回。悩んだ。おう。うん、一層ですね。めっちゃ来るやん。ここはタックしていいでしょう。監督強化もこれでうまく上げれますね。レイリーがバシバシ活躍してくれてますね。これさ、さすがに精神どうなんだ。さすがに。さすがに精神どうなんだ的な感じなんだよな。流し打ちでいいかな。いや、わかんねえ。切磋琢磨かな。いや、流し打ちいっとくか。いや。
いや、切磋琢磨か。総長頼むぜ、マジで。お前にかかっている。これメンタルいっていいよな。で、黄色積んどきましょう。でも黄色圧迫されてるから、ちょっとやばいのかな。もう一回走塁とか踏めるといいけど。77ですね。出航して大丈夫かな、これ。まあ、大台行くと精神とかが入りますが、まあ、これ結構渋いですね、今。で、大田別に入れなくてもいいと思うんで、もはや。これ出航したらどうなるんだろう。結構賭けにはなるけどな。正直これが、臨床入るか、どっち入るか、だいぶ違いますね。で、これどうせマントルか。あー、どっち行こうかな。マントル行きてえけどな。うん、精神欲しいですからね。この夜先の選択も大事ですし、まあ本当に大事なことが多い。精神大丈夫かな、これ。わりかし精神大丈夫説あるな、今の振り見ると。そうなってくると波動でもいいんだよな。まあ、逆に筋力欲しいんでね。そうか、ちょっと波動行くか。波動行きますわ。OK、ナイス。ああ、よかったよかったよかった。全経験点の方が残りましたね。サイン察知。なるほどね。ようやくギミックが分かってきたな。今、全経験点170入ったんで、めちゃめちゃでかいですね。うん。むっちゃ技術は入ってきてる。まあ、こことここで比べたらもう当然、まあ、ここやろってなるので、カンパチか、追い打ち。ちょっとミードコス1でいいから組んねえかな、早く。普通に踏みますか。170。うん、大丈夫だね。リベンジか。うん、切磋琢磨かなりで入りましたね。これはありがてえ。ここ、まあ、こっち拾っといても、臨床拾っといてもいいか。別にこれ拾う理由ないもんな。で、これちょっと危険になってきてるので、何かしら取りたいなと。切磋琢磨と、あと、打球のビーチ取るか。んで、体力をあまり消費しないようにしながら、ラッパーを持って。狙いなかった。畜生。よし、ナイス。それはありがたい。マジで。結構最近成功する説あるよ。47%。さすがに無理やな。起爆を上げときます。OK、OK。待ってました。うん、これも待ってました。うん、ここは敏捷を取っていきましょう。もう全然用ないんだ、あっち。で、いやー、まだ一応ワンチャンス、覚醒ある。覚醒あるとか言って90まで上げてますけどね、こっち。これもう敏捷取れねえか。まあ、筋力取りてえな、うまく。あ、オーバーなんだ。さすがやな。彼女が強すぎて全然いかんって話と。これ金原ワンチャン行ってもいいか。うん、まあ、ベルもまだゼロですもんね。ちょっとベル集めてえな。ここでもいいけど。まあ、積載をしながらやっぱ前に進みたい気持ちはあるので、内野安打盗塁。
いいか、チャンスメーカー。まあ、この辺も取りたいしね。OK, OK, 54, 54。この、本当に骨リベがうまいですよね。ん？あと何回かわかんねえけど。これ無理する必要ある？これで。荷物の数を数えて、5か。ただ、ベル付きなんですよね、結局。しかも対左が狙えると。いうのは、まあ、非常に大きい話かなとは思います。対左と送球？キャッチャーか。うん。送球処理するか。ちょっとキャッチャーは処理したくねえな。行きましょう。うん、これは取ろう。いやー、いいですね。狙い通り。10回。あと2回か。まあ、いけるでしょう。で、出航のベルを鳴らしていきたいので、メンタル取りましょう。バランスも悪くないですね。筋力も積みたいところなので、これは結構いい荷積みができました。うわー、強えな。ただ技術はもう別に必要ないので、まあ、ここの魅力は精神ぐらいかなっていう感じはあります。まあ、打球伸び取れるけどね、思いっきり。ここは出航しちゃっていいんじゃないかな。うん、まあ強い。確かに強い。確かにこれ、信じられないぐらいは強い。ただここで、ぐだってもしょうがねえ。でも技術入ってきますね。ワンチャンスこれもう技術入らなくできるんじゃない？これいったら。10。確かに10とかになるわ。あ、ありかな。行こうか。行こうか。打球伸び潰して。バランスすげえむずいけど。守備でしょ？で、肩は先行っていいんでしょ？で、まあこれでなんとかはなってるので、350、大丈夫だね。まあ、精神がうまいっすよね。うん、まあまあ出てますね。悪くはない。金徳も通しているので、あとまあ、みやびがうまく完走してくれるのと。わあ、なるほど。これ、まさか技術入んねえよな。入ったらマジアウトなんだが。ちょっともう、あげるか。もうミート待てねえわ。で、あげるとやっぱ浮き彫りになってくる筋力と、精神の不足。ああ、まあ、どこも行ってねえのか。まあ、タックフィニッシュは、ちょ、落ち着いて。僕は、今、イベントデッキが、まあ、青中心、そして走塁、肩、守備が紫という感じの流れになってると。タバコかな。まあ、ここか。か、この総経験点をうまくこう取りに行く形にするのか。まあ、次がもうセク4で、船積みタック、まあ、しなきゃいけないところなんですよね、確実に。ってことを考えると、まあ、バンプに行きたいのは山々なんだが、だがしかしになるんだよな。そうだよね。船積みタックを、この、キャラたちに期待はできんよ。うん。そうですね。まあ、期待できないでしょうね。黒金行きましょう。うん、間違ってないはず。おっと、総力がおかしな値入ってますね。完全にやらかしてんな。もう完全に出ちゃってますね。筋力もめっちゃいい値入りました、ただ。いや、もう待てねえわ。待てねえわで上げちゃうべきだったなあんなに入るんなら。ちょっと最近も待てなかったな結局。今のはマジかなりもったいないですね。やっぱこの辺がまだ、その、
研究が必要だなとは思いますね。まだまだこう慣れてないところが、まあ、出ちゃってるかなという感じはします。行きましょう。ミとかがいれば。ただまあ現状僕はいないので、こうならざるを得ないですね。でまあ狙い通り総一郎がタックはしてますと。ただまあそんなに焦んなくても多分これ行くと思うので、もうちょっと美味しいやつを狙いましょう。素直に。うん、そういうことです。まあ、しっかりと我慢できる人なのかそうじゃないのか、まあ、この辺で出ますよね。で、あとは出航6行ったよな。ちょっと、あ、わかんねえ。多分行ってるとは思うが、99。うん、最近のコツも待てなさそうですね。なんかもらえるかな、ポイント。切り込み隊長。はい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 、109、いいですね。もういいやろ。うん。まあ、敏捷点はまず間違いなく大丈夫でしょう。ちょっとあとは、打撃のところがメンタルで詰めるので、もうそこを積んで帰りたいですね。すご。パピオンの筋力やな。これもう敏捷多分いらねえと思うしな。うん。あとは、デートがまだゼロなので、まあ、4回すればいいので、別に行かなくてもいいんですけど。1か。ただ、2筋力詰めんな。で、ワンチャンスミートカーソル。ミートもいらんか。ここ1回デートしましょう。アセちゃん。うわ、オーバーか。切り込みももらっとる。まあ、パピオンをあげてお土産もらうのか、一応ここの打撃踏んでおいて、技術精神。かな。パピオンのお土産、まあ、技術精神が安牌か。なんだかんだやっぱ佐伯強いな。で、まあ精神なんとか足りてそう感あるけどね。あ、もっとなんか問題なのブースト。大丈夫かこれ。大丈夫かこれ。出航しましょう。まあ、しゃあないね。ハゲタカ、大丈夫ですね。行ってますね。OK、勝った。イベントもなんとか行きました。あとはデートしてればいいと。まあ、強いんで、こういうの行ってもいいかもしれないですけど。まあ、ポイントバランスもなんとか整ってますね。ちょっと精神少ないのは、まあ、その通りなんですけど。粘り打ちか。まあまあ行くんじゃないかな。パワーヒある。左ある。敏捷ある。精神ない。精神ない。ハゲタカ。あ、結構取れてるなあ、これ、多分。あ、バーストは待てばいいか。うん。これいい感じでしょう。ある程度結果が出てくれるとありがたいんだけどな。カンパチか。いや、それはいらんわ。いや、いるんじゃないか、これ逆に。いや、いいや。ここは、信じましょう。本塁生還。精神も入ったの、今。うわ、これは、これは優先してもいいかもしれん、佐伯の方。これチャンスメーカーとかも可能性ありますし、これは優先していいな。合わせあと1回行けば大丈夫だもんね。OK。
うん。まあまあ、これが欲しかった感もあるし。オッケーオッケー。ポイントバランスなんとか整ってきましたねと。まあ確かにちょっと少ないけどな。不動の4番広角打法。まあこの辺を考えるとまあまあ悪くはないようには見えるが、果たしてレイ。まあ敏捷も足りてるでしょうこれは。お、危ねえ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 、何をしてるんだ、危ねえわ。で不動の4番と精神。おーい、敏捷は別にいらなさそう感はあるが、まあこれ釣られますね。敏捷いるかな。まあ本類生還とかもあるか一応。まあ一発は行っていいかな。にしても強えなタック本当に。一人だけ段違いのタック力を発揮してますねこの子。まあ一層とかも取れそうだしいいか。まあ、とにかく精神が欲しいな。うん、ただこの時点で101いけたのでだいぶ強そう。ちょっとなんかチームが怪しいな。支柱取ってるんだな。ただなんかさっきから負けそう感半端ないんだが、ちょっとこれ遊びますわ一回。うん、キャッチャーもこっそれてる。それは大きいと。まあ、ちゃんめ逆境。いやー、精神大丈夫かな。まあ、大丈夫だと信じたい。行きましょう。よし、最低限来たぞ。本当に怖いな。マジで頼むから祝福くれ。マジで頼むから祝福くれ。さあ、これ本当に頼むから、これは祝福くれ。で、まあ、キャッチャーは取るやろ。で、広角打法も取っていいな。バランス的に。で、切り込み取るやろ。で、あとわかんないっすね、正直。精神の余り具合が何とも言えないので、ここで止まっても行きましょう。今回ぐらいくれても、バチは当たらないよ。うわぁ、もう。うん、13781。いやー、どうやろうな。はい、振っていきましょう。で、ってで、あとは、ツールで振ってきますので、少しお待ちくださいませ。はい、ということで、振って戻って参りました。最終的にはこんな感じですね。まあ、チャンスとかが取れないかったのが、まあ、かなり痛かったですが、まあ、他はある程度、こう、自分の中で、まあ、こうだろうな、ああだろうな、がハマってきたかなと思います。まあ、得のは13段ですね。はい、ということで、SS9 でしたと。で、祝福が取れて、多分、メモリ的には PG 届いてないと思います。まあ、1メモリ14で、まあ、あっても5、6メモリぐらいだと思うので、まあ、やはり経験点がもう一押し足りないな、という感じの印象でしたね。ただ、なんかこう、これで、ある程度は、掴んできた、まあ、掴めてきたのかな、というふうには思うので、まあ、いいサクセスをもうちょっと上げられるのかなというふうには思います。まあ、頑張ってフリートの方も攻略をやっていっておりますので、ぜひぜひ皆様応援いただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。